ルフラ、アリオグルアフンドフは、アゼルバイジャン人の革命家、政治家、文筆家。1897年1月13日、ロシア帝国バクーンシュベリアヌイの教師の家庭に生まれた。父は、バグダードで、高い宗教,教教育を受けたが、子供たちには、アラビア語とペルシア語で、世俗的な教育を与え、アフンドフが4歳の時に死んだ。その後アフンドフはマドラサ。 実家学校、貿易学校を卒業し、ロシア語、英語、フランス語、ペルシア語、トルコ語に堪能となった。実家学校では、アブドゥ・ダシャイグに学んでいる。1916年から、オレジョフ兄弟印刷会社で構成者、翻訳者として働き、翌1917年3月から1919 19年まで、社会革命投査派系組織、アニンチに加盟。 1918年には、バクウソビエトイズベスチアガミ、翌1919 19年には、ヒュッリエトガミとボリシェビキ系の違法新聞、コミュニストの編集に携わり、同年3月からボリシェビキとなる。同年には、ボリシェビキの第二検証とコミンテルン第一回大会の宣言をアゼルバイジャン語に翻訳した。これらの思想にもかかわらず、アフンドフは、同年9月、ミュサバト島による、 アゼルバイジャン民主共和国の労働省総務部部長に任命されている。しかし、翌1920年1月にはアゼルバイジャン民主共和国の打倒を求めて同志たちとモスクワを訪問し、4月の赤軍のアゼルバイジャン進行に際しては第11軍を支援した。アゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国の成立後は1920年から翌1921年まで、 アゼルバイジャン共産党中央委員会村労働部部長同年6月19日から12月まで同意爆位,幕位責任初期を務める同年にグルジア問題が発生した際には当初ザカフカース連邦構想に時期焦燥であると反対したが後に賛成派に転じた同時期にはウラジーメルレーニンとも出会っている1920年代前半には 東方勤労者共産大学で教弁を取った。1922年5月から翌1923年7月までコミニスト、ケンドフュガラス紙を編集し、1924年からセルゲイ・キーロフの下で当中央位第2書記に就任し、デュルク語のラテン文字化やアザルバイジャン語の科学用語の作成を推進した。 1927年から翌1928年まで、国営出版社社長、1927年3月27日から1930年まで、アゼルバイジャン共和国教育人民委員を務め、その指導下で1920年から1926年までに、レーニンの26の著作が13万部、1927年から1932年までに、 レーニンの19の著作が10万6千部とカール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルスの5の著作が1万5千部発行された。同時期に実施された宗教弾圧の指導者の一人でもあった。しかし、1928年には列車内でカーテンを閉めることを拒否した他の客の顔面を殴り、中央執行員の身分証を見せつける事件を起こして処罰された。 同年から翌1929年8月までは、モスクワの赤色教授学院で学び、同月に、バクーへ戻って、バキンスキーラボーチー編集者となり、ほどなくして、当中多い、第二初期に再任された。しかし、レボン・ミルゾヤント・ニコライ・ギカロの下で混乱した文化政策の責任を取る形で、1930年に、新任の第一初期ウラジー・ミル・ポロンスキーによって、 解任された。1930年5月8日から11月19日まで、全連邦共産党ザカフカース地方位、第3初期、6月1日から8月5日まで、再度アゼルバイジャン共産党中央位、第2初期を務めたが、その後、スイルツオフロミナゼ半島グループ事件に関わったとして、モスクワへ召喚された。同年から1933年まで連邦党、 中央委付属投資研究所で働き、革命と民族史編集委員も務めた。1933年に幕府へ戻り、アゼルバイジャン共和国人民委員会議、付属芸術局局長と連邦科学アカデミーアゼルバイジャン支部副会長2936年まで着いた。アゼルバイジャン共産党中央委付属投資、研究所メンバーやアゼルバイジャン科学アカデミー歴史、 考古学研究所所長も務め、1936年12月までは、東馬苦しい科学,学、学校部部長であった。アフンドフは、マルクスとレーニンの最初のアゼルバイジャン語役者であり、歴史、芸術、文学に関する多数の本の著者、ロシア語イコールアゼルバイジャン語辞典の編纂者でもあった。自宅には、スユレーマン・リスタム、タギ・シャフバジ、メフリヒセーン、マンメト・アリフ、 ミカイル・ラフィリなど多くの文人が出入りし、また、フランスの作家アンリバルビストも信仰を持っていた。第10回から第17回までの連邦党大会、及びコミンテルン第2回大会に出席し、連邦中央執行委及び、アゼルバイジャン共和国中央執行委メンバーも務めた。 アゼルバイジャン共産党中央医初期局には1921年7月24日から1923年3月12日まで、1924年5月10日から1926年1月21日まで、そして1929年12月24日から1930年5月31日までの3度に、わたって属した。しかし、 アフンドフは1936年12月17日に反革命民族主義組織に関係したとして逮捕され、29日には反革命トロツキストとしてアゼルバイジャン共和国中央執行委から除名された。これは東第一初期ミルジャファル・バギロフがヨシフ・スターリンに情報を流したためとも言われる。アフンドフは翌1937年9月にモスクワへ送られ、 ロシア共和国刑法第58条6項から11項を適用された。1929年以来イギリス、ドイツ、トルコのスパイ組織に属し、クリメント、ボロシーロフ暗殺未遂事件を主導したと宣告され、1938年4月21日に、連邦最高裁軍事参議会によって死刑判決を下された。同日に、 他のアゼルバイジャン共和国元高官と同じくコムナルカ射撃場で銃殺された。妻も1937年6月に逮捕され、8年間抑留された。息子は父の罪を償うために第二次世界大戦に従軍し、最初の戦いで戦死した。その後、アフンドフは1955年に名誉回復が、1959年に投石回復がなされた。 アフンドフの名は、バクーの通りに残されている。ありがとうございます。